こんにちは、えりです。今日のハッピーイオンはイオン南松本店店長の下田さんと松本市今井のりんご農家中谷園さんにお邪魔しました。こんにちは、下田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして園主の田中幸太郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらではどんな種類のりんごを育ててるんですか？はい、うちではリンゴ3兄弟をはじめ、その他にだいたい30種類ぐらいのリンゴを作ってます、うん、でこれからの時期になりますとシナノゴールド、サンフジになってきますね。今井で美味しいリンゴが育つ秘訣は何ですか？非常に日照時間も長く、また昼夜の気温差もあることによって甘くて色づきのいいリンゴが取れます。なるほど、そうなんですね。リンゴを作る上でのこだわりってありますか？はい、うちの農園では上高地から水を引いて適切な水分管理をして、さらに自家製堆肥を使って土作りにもこだわって、うん、甘くて美味しいリンゴが育つように努力しています。なるほど。今日はせっかく来ていただいたんで、皆さんでリンゴ狩りに行きませんか？いいんですか？はい、やったー、嬉しいですね。では皆さんご一緒に、せーの、わあ、到着。わあ、すごいよ、リンゴいっぱいなってますね。でもなんか私が知ってる感じのリンゴ畑とちょっと違う感じがするんですよね。これが高密植栽培という栽培方法で、うん、今では世界的に普及している技術なんですけど、はい、枝があんまり伸びてない、うん、小さくコンパクトに作ることによって太陽の光をいっぱい受け入れて、うん、美味しいリンゴが育つ栽培方法になってます。このリンゴの品種は何ですか？はい、こちらがサンフジになります、うん、綺麗なリンゴですね。どんな特徴があるんですか？やっぱりリンゴの王様って言われてるだけあって、甘みもあり酸味もあり歯ごたえもいい、三拍子揃った非常に美味しいリンゴとなってます。早速取ってみてもいいですか？もちろんいいです。でもどうやって取ったらいいですか？舌を持ってこの軸の部分を持ちながら上に持ち上げると簡単に取れます。じゃあちょっとやってみます。こう、こうですか？あ、おー、取った。じゃあ私どれにしようかな。おすすめはどれですか？これがいいと思います。これ？はい、これで。じゃあ私これにします。こうやって持って、おお、こんな、やったー、サンフジ収穫。せっかく取ったので食べてみないですか？いいですか？もちろん。ありがとうございます。ここで食べるって贅沢ですね。最高ですよ。おいしい。果汁がすごいですね。よかった。甘いのと、でも酸味もちょっとあってすごく美味しいです、うん、せっかくなんでシナノゴールドも食べてみませんか？お、甘みと酸味のバランスが非常に良くて、サクサクしてすごい歯ごたえのいいリンゴで、俺の一番好きなリンゴで、中谷園一押しのシナノゴールドになっております。もうね、断面見てもすごいんですよね、果汁が。もうね、溢れ出てくる果汁がキラキラ輝いてすごく美味しそうになります。うーん、おいしい。こっちは爽やかな酸味もあって、これも美味しいですね。そして下田さん、田中さんの育てたリンゴがイオンイオンスタイルでも購入できるんですよね？そうなんです。田中さんが愛情込めて作ったシナノゴールドとサンフジが明日2日金曜日から店頭にてお買い求めいただけます。ということで、これからお店に届けに行きましょう。ではレッツゴー、せーの、えい、えい。イオン南松本店へ到着しました。リンゴがたくさん並んでますね。はい、そうなんです。イオンイオンスタイルでは、今日ご紹介した田中さん家のリンゴサンフジとシナノゴールドサンフジのギフトセットなど、県内の農家さんの美味しいリンゴが揃っています。今日は他にも旬の味覚を JA 松本ハイランド山形支所の小原さんにお持ちいただきました。はい、はい、お待たせ。すごい、見てこの長芋でっかいでしょ。立派ですね。はい、今年の出来栄えどうですか？今年の出来栄えは上々ですね、はい、天気も良くてね、畑を一生懸命農家さん作ってくれたんで、とっても美味しくでっかく出来上がってます。おお、そんな美味しい長芋、はい、どうやって食べたら美味しいですか？やっぱりね、長芋といえばとろろだよね。あと僕がおすすめなのはね、ポテトフライ、ね、揚げちゃうんです。
吸っても美味しいし、焼いても美味しい、揚げても美味しい、煮ても美味しい、全部、うん、美味しい。皮付きだからこそこの長芋の味わいはすごく感じられますね。下田さん、小原さん、ありがとうございました。ありがとうございました。イオン、イオンスタイルでは安心してお買い物いただくために店舗における感染症拡大防止の取り組みを行っています。今日のハッピーイオンは長野県産の旬の味覚リンゴなどを紹介しました。